バージョンアップステンレス鋼加工用タップ、通り穴用 SU プラス SL、そして止まり穴用 SU プラス SP。 バージョンアップシリーズの記号プラスを持つこのタップは次世代の加工性能を達成します。錆びにくいという特性を持つステンレス鋼は様々な分野で利用されています。ヤマワはステンレス鋼に対応するタップを送り出し、数多く使用されてきました。あらゆる産業分野での高精度高品質化の要求からステンレス鋼の需要は高まるばかりです。生産効率とコストダウンの必要性からステンレス鋼へのより速い加工スピードが求められています。しかし熱伝導率が低く先端面に熱が集中しやすいステンレス鋼において加工速度のアップは問題が多発する難しい分野なのです。 SU プラスシリーズは今まで難しかった中速切削域での加工を可能としたステンレス鋼用タップとして新たに開発されました。従来シャンク部に施されていた刻印を SU プラスシリーズでは四角部に移動、シャンク部分の伸延精度を高めました。また高速回転時のフレ精度も向上、より速い加工スピードで安定した結果をもたらします。 SU プラス SL は弱ねじれ15度左スパイラル溝を採用。この溝が作り出す切りくずは加工速度を速めても先端が開かず、巻き径が変わらず1本にまとまります。形状が安定した切りくずは横方向の長穴加工においてもトラブルを回避します。食いつき長さは5山、溶着防止のための酸化処理といったステンレス加工用の仕様をそのままに、各部の要素を中速加工域の条件に合うように設定しました。こうした仕様変更から SU プラス SL は収束15メートルという条件下で従来のステンレス加工用タップの3倍以上の加工用寿命を達成します。さらに従来700穴程度が限界と言われていた加工寿命が SU プラス SL では2000穴を超えても継続加工が可能となったのです。 SU プラス SP は予備径 M3 未満はスパイラル角度50度、M3 以上は45度を採用。このスパイラル角度の設定で切りくずの形状が安定、排出性も向上させています。もちろん溶着防止のための酸化処理といったステンレス加工用の仕様をそのままに、各部要素を中速加工域の条件に合うように設定しました。一般的なステンレス鋼 SUS304 に対し SU プラス SP は従来品の約 160% の加工寿命を達成します。また加工寿命末期でのメネジ加工肌の滑らかさも向上、タップ加工全般でのパフォーマンスが大幅にアップします。ステンレス鋼加工用バージョンアップシリーズ SU プラス SL、 そしてSU プラス SP、 より正確に、より早く、確かなネジを作り出すヤマワブランドの新たな技術をご体感ください。